ただ、選手たちは負けた気がしないというのは内容は良かったですね。そうですね、どの試合もですねチャンスはそこからですね多く作っていると思うんですね。この試合は重要になると思うんですね、両チームにとって。さあ、キックオフの笛が吹かれました。アウェーの湘南のボールでゲームがスタートしています。エンジのシャツ、ホームの鹿島アントラーズ。部分では最終ラインにやっぱ高さっていうのをこう加えたかったっていう部分で山本シュートが3センターバックの一角に入っているところだと思いますね、はい。さあ、ここは土井が仕掛けてクロス、山本のスクリーンが、おー、ナイスシュート、荒木2試合連発、先制鹿島アントラーズです。今日先発起用に応えました荒木です。まあ、ここで土井がですねうまく相手をドリブルでかわしながらですね、ミサオ間を通して荒木からもう一度ミサオ、そして土井だ、土井縦に行く、持っていって切り返す、マイナスのボール、ここに長木、強烈でした。キーパー変わってコーナーますから中央に十分人数足りてますよね。長いから中、これは荒木から右サイド、広瀬から荒木を使う、荒木シュートだ、おー、またを抜いた、今日自身2点目、これで2-0。ペナルティーエリアのスペース見つけてですねランニングして斜めのボールを受けてですね、このタイミング、ボールスピード良かったですね。もう遠藤からのボール、泉へ大岩が寄せていきます。逆サイドに染野と松村、あっ、これ遠藤だ、おダイレクトで狙っていきましたけども枠 の右でした。2人で行ってボールを取りたいところですが、バラだとタチ、ここはカットをした、そして大岩、ここは石原の落とし、そして大橋だ、いやでスラしてファーサイド、大岩がスラしてファーサイド、押し込んだ、さあ1点返しました湘南です。セットプレーから1点を返しました。ここニアサイドでずらして逆サイドですね、ああうまく、まあ、ゆっくり時間かけてねセットしながらやってますね。ファーサイドのボールに乗る、おヘディング、おー、来た、リー町田のボール、コーナーキックから取り返しました。これで3対1、また再び2点差です。リードを再び2点差広げています鹿島アントラーズ。曲がり方、コース、後ろから走り込んできてですねタイミングよくジャンプしてますからね。長いボールですがここで笛が吹かれました。試合終了です。割ってみれば3対1、鹿島アントラーズ勝利。